ンと誰？誰が？あ、その先輩？え、サッカー部の先輩？あ、そうなんですよ。ね、フォローありがとうね。本音出ちゃったごめんね。いいよ、全然全然構わないよ。そうなの。何やねん、このトーク。そう、なんか、マネージャー、不純な動機なんだね。そう、そう。そう。だってね、彼氏欲しいじゃない、高校生にもなれば。いや、そんなぶっちゃけトーク。いいのかな、いいのかな。うん。え？お前も浮気者だ！なんで？なんでだ！待ってよ！浮気者の同盟、同盟だ。いや、ちょ、もう、やっぱ俺も仲間なんだ。いや、やめてよ！違うよ！当たりだって、しゃべれた！待って、私もっと強いピン当てて。なんか暗くなってきた。ありがとうございます。ありがとうございます。休みに。ハードめぐれちゃうのは。かわいい答えが出すんだもん。そうですね、私は。小学校の頃にバスケットボール部に入ってて、中学校がバレーボール部で、高校が演劇部でした。かっこいい。あのさ、スポーツやってそうに見えるでしょ？うん。ありがとう。だから、ね、そんな感じで学生時代を過ごしてました。かっこいいね。やっぱり演劇部が声優になりたくてとか、そういう。あ、そうですね。中学校の時もやっぱ入りたかったんですけど、なかったので。なるほど。なくて、どうしてバレー部なのかわからないです。体力。はい。あ、じゃあ、レミさんは？はい。部活の。ごめんなさい、そんな目で見ないで。部活のことを。はい、部活。そんなレミさんは？はい、ですね、レミはですね、吹奏楽部を。あぁ。え、吹奏楽部ってそんなに珍しい？いや、かっこいい。かっこいい。ちなみに楽器は何でした？フルートとクラリネットをやってたんです。かっこいい。すごいすごい。ちょっと待って、なんかもう、一歩前って感じ。私一歩前に。多分ね、今、一人だけピン当たるよ。当たるよ。一人だけピン当たるよ。ほら、当たった。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こんな早い巻き初めて見たみたいな。すごいスピード。じゃあ、ありがとうございました。おはようございます。はい、中西たまきさん、夏目のみさん、レミさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでですね、もうこれがないと始まらないということで、お芝居のコーナーに行ってみたいと思います。はい、メモリーズオブファースト、セカンド、そして思い出に変わる君のオールキャストでお送りしますタイムカプセル前編です。どうぞ。聞こえてきたね。ちょっと行ってみようかな。
めぐみちゃんよくぞ聞いてくれました。この曲はね、好き好きけいちゃん I love you part 2っていう曲なんだよ。そうなの？パート2ってことはパート1もあったのか？ないよ。ないのかよ。ねえどうだった、けいちゃん、ホタルの I love you 伝わった？その伝わったのかよ。ちょっと待ってよ、だってこんなにいっぱいいるところで言えるわけないだろう。いや、そんな目で見るなよ。だって言えないだろう普通。言えるわよね。じゃあ男らしくないね。男らしくないな。だってさ、くそ言えないよ。稲見くん、男らしくないわよ。やった、はっきりしなさい。ほら言えよ。ほら伝わったよ。本当、けんちゃん大好き。先生遅れてすみません。今日はそういう日なんですか？嬉しい。先生ということで、ただいまから稲見健浮気者裁判その2を始めます。ちょっと死刑ね。いや、私もそう思います。うん、判決が出たって感じね。めでたしめでたしで、めでたくないですよ。だいたいそれはファーストコンサートのネタでしょう。ケン君、まだまだ子供ね。え？同じネタを二度繰り返してはいけないということはありません。それに、同じネタを二度繰り返すことによって、二度繰り返すことによって、新たな笑いが生まれることもある。今は生まれませんでした。これを業界用語で、天丼と言います。メモします！しなくていいから。でも、やっぱり同じネタはまずいですよ、つばめ先生。本当に？はい。絶対？どちらかというと。どうしても？どうしても。仕方がない。よし、それでは稲見健浮気者裁判を見たい人はメモオフファーストコンサートの DVD を買ってください。あの先生って実は商売上手でしょ？大きな声では言いませんが 10% もらってます。やっぱり私も欲しい。さあ、そんなことよりも今日はどうして皆さん集まってるんですか？あ、そうだよ。せっかくみんな仲良くなったのにさ、卒業したらみんなバラバラになっちゃうでしょ。だからなんか記念イベントでもできないかなって思って。記念イベント？はいはい、記念イベントって何をするんですか？よくぞ聞いてくれました、めぐみちゃん。その記念イベントとは？記念イベントとは実は何も考えてないんだな、これが。なんだ、もったいぶっといて。それはないでしょ、シンくん。だから、なんか、いいアイデアない。ねえ、ない。アイデアね。タイムカプセルなんていかがでしょうか？タイムカプセル？あーって言ってた、さんから。でも、あんまりいい話じゃないかもしれない。それでも聞きたいかな。本当？本当？あのね、ええ、ラジオとかでも言ったと思うんだけど、はい、あの私あんまり先生と仲良くするのがね得意じゃなかったんですよ。そんで体育の先生で一人ねすごい怖い先生がいて、遅刻するとねいつもねバーンって膝手を